はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。リブログです。本日はミュンヘンにやってきました。もうかなりドイツを満喫しておりますね。めちゃめちゃ毎日ドイツ料理も食べてるでしょ、ね、だから今日はちょっとそれと違うものを食べたいと思ってラーメン屋さんを探しました。海外のジャパニーズレストランでラーメンがどれぐらいのクオリティで出るのかっていうのはちょっと気になってたので、僕ら自身から。なんか最近ドイツラーメンめっちゃ流行ってるっぽいらしいのよ。ミュンヘンでラーメンレストランいっぱいあるんだよね。10個ぐらいあった。日本人もやってるラーメン屋さん。お、白ソーセージ売ってる。はい、いいよミュンヘンのど真ん中マークトプラッツから歩いて徒歩数分ですか。そうだよ。ここはビクトアリエンマーク。あ、本当だ、マーケットがあっちにある。ここもちょっとプラプラしたら面白いかも。ちょっとさ、ラーメン食べる前にそこちょっとプラプラしよう。でな、何マリファナの匂いがしました。嘘、あそこの人絶対マリファナ吸ってるそうなの。皆さん気をつけましょう。海外来るとマリファナの匂い至る所でしてるので。そうなのかな、私はいつも分かんない。匂い嗅いだらもうその場から離れた方がいいです。え、危ないじゃん。なんでラリってる人がいるじゃん、マリファナ吸って。ちゃうちゃうちゃう。おー、見て、お土産。あ、こういうボトルキャップはどう？わ、かわいい。あ、え、どんなボトルにでもつけれるようなやつじゃん、これ。あ、こんなあるんだね。面白い。かわいい。え、13.9 ユーロ。イエス。1個？イエス。いや、高すぎるって1500円以上するやん。で？いや、それは高すぎる。コースターはどう？あ、これほんといいじゃん。コースター、コースター。コースター、皆さん、乾杯って意味です。決まりました。じゃあ、買いましょう。値段によってかな。値段によってかな。うわ、見て、めっちゃいい。ビアガーデン。ビアガーデンになってる。みんなビール飲んでんじゃない、あそこの真ん中で。あっちで注文して、自分で好きな席に持って食べる。最高ですね、雰囲気が。それはビアガーデンはビールを飲まなきゃいけないよ。あ、レナの好きなチーズも売ってる。そうそうそう、ここに本当にいろいろ。あ、マイバーム。マイバーム。え、昨日建てたやつ。本当だ、2022年って書いてある。これ皆さん分かりますか。マイバウムって言って5月の1日に長い木の柱をこういう風に立てるんですよ。で、僕らもそのマイバウムの祭りに行ってるので、ぜひ動画チェックしてほしいんですけど。これめっちゃこれすごい ね、 ね。うわ、めっちゃ装飾がいっぱい貼ってあって、ミュンヘンのマイバウムすごい ね、 ね。このマーケットめっちゃでかいね。まあ、この中心で一番でかいマーケットかな。毎日やってるし。何マーケットですか。ビクトアリエンマーケット。リンゴ、赤リンゴ、青リンゴ。あ、お酒も売ってる。あ、こっちにはお肉売ってる。もうちょっとまっすぐ行ったらすぐにそっちにあるよ。お、ありました。ゆずむくジャパニーズクイズイン。お邪魔します。わ、日本っぽい。普通にドイツ語のメニューもあります。でも結構日本っぽい写真があります。本当だ、ザ日本だねドイツの本当のレストラン行くと写真なんてないからね。そうそうそう。あ、お寿司がやっぱり多い。カリフォルニアロールとかお寿司系もあるね。美味しそう。いや、今日はラーメン食べよう。あ、うどんもある。うどんでもいいな。あ、うどんにしようかな。俺きつねうどん。カツカレー。キムチうどん。カツカレーじゃないけどね。カツカリうどんって書いてあるけど、これもしかしたらあれかな肉うどんのことかな。そう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 。肉うどんの間違えてカツカリうどんにしてるかもしれない。レナは豚骨ラーメン。Yes。 味噌ラーメンもあるよ。これもなんか面白そう。ユーズ。あ、だからこのお店のスペシャルラーメンだね、うん、サーモン、エビ、チャーシュー、ユーズ。いや、俺もラーメンにしようかな。なんかうどんよりラーメンの方が美味しそう。じゃあレナ豚骨にして俺これにしようかな、ユーズ、うん、そうしよう。あ、日本酒も置いてあるじゃん。え、これさっき、あ、100ml で 5.5 ユーロとか 8.5 ユーロ、 7.5 ユーロ。まあ種類によってはね、まあ、高いなんかこのレストランメニューを見たら、まあなんか結構日本に近いメニューがたくさんあるけど、あの国に合わせたメニューがある。ラーメンもベジタリアンがあるとか。だからドイツに馴染ませた日本食レストランって感じだねそう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 。飲み物が来たよ。来ました。白ビールかわいいよ。とモヒート、ユズモヒート。おー、白ビールうまっ。皆さん、ちなみにバイスビアってご存知でしょうか。白ビールボトルで飲んじゃダメです。こうグラスに入れなきゃいけないの。だから泡がね、ふわふわなんだよね、白ビール。大体いつもぜひね、ミュンヘンに来たら白ビール飲んでください。ミュンヘンで有名だもんね、白ビール、バイスビア。ちょっとフルーティーだけど
飲みやすくて日本のクラフトビールの味に近いかもしれない。ちょっとフレーバーが強い。餃子来ました。なんかめちゃめちゃ餃子に見えますよ。いただきます。結構良さそうに焼いてるね。ね、美味しそう。匂いはめちゃめちゃ餃子で、中も、具沢山なパンパン餃子、おいしい。めっちゃなんかニンニクの香りもするわ、入れてるね、普通にうまいね、美味しいよね、ガーリックがすごいいいアクセントになってて、ちゃんとさ皮もパリパリで、なんか具沢山で普通に日本で出てくる餃子でこれよりレベルの低いものは全然あるから、それぐらい美味しい。ちなみにこの餃子は5.9ユーロ。 5.9 ユーロ高い。5個の餃子で 5.9 ユーロ、そも高いね。やっぱ当たり前だけど1個の餃子で150-160円だから、でもこの味出せるんだったら俺は満足だけどね。ね、海外でさこの美味しそうな餃子食べれたら、全然満足。おお、すごいうまそう。Thank you. ゆずスペシャルラーメン。ねえ、これ面白いね。なんか、まあ日本にあんまりないけど。すごい魚介の匂いがする。あ、そう？なんかめちゃめちゃあの麺もなんかもちもちしそうな太麺だね。ね、ちょっと太麺だね。木のスプーンでその濃厚そうな豚骨ラーメンの、でもあ、さっぱりしてる。なんかそんなにめちゃめちゃすごい濃厚な、なんていうかな。セナは豚骨めちゃめちゃ好きだからね。なんかあの外国人に合わせたかもしれない。あ、だからドイツにすごく合う。ドイツでやってるからちょっとドイツ風な味付けにしてるかもしれない、じゃあこの麺、もちもちの麺が美味しい。あ、最高。ミュンヘンに暮らせるってことはね、この店があれば暮らせる、普通に暮らせる。美味しい。そう思う？うわ、うま。日本人の反応は？確かにちょっとさっぱりしてるわ。豚骨にしてはさっぱりめの豚骨って感じ。ついつい飲めるスープ。美味しい美味しい美味しい。これ全部スープ飲み切れる。美味しい。さっぱりしてて、具沢山だよね。そう、チャーシューとわかめと卵とあとガーリックの揚げたやつとネギと麺ももちもちね、私たちにはすごくなんか相性がいいよね。これはうまい、いける。じゃあ返してください。はいはい。じゃあもう一つのラーメンはなんかスープの色も違うし麺が一緒だけどトッピングはサーモンとエビがついてる。どんな感じなのかな。違う、なんか醤油豚骨みたいな感じ。なんかその柚子が入ってるからちょっとだけなんかさっぱりしてるみたいな感じ。まあ同じ麺を使ってる。私は豚骨の方が好きかもしれない。チャーシューは、チャーシュー食べてみて。多分日本のチャーシューよりちょっとあの脂が少ない。おー、なるほどね。ガチ人はそんなに脂身が好きじゃないから、これはさっぱりしたチャーシューって感じ。そうそう、美味しい。日本みたい。柚子の香りするよ。する？こうさ、日本人みたいにさ、すするとさ、こう香りがふわって入ってきて、その中に柚子の香りがする。変なこうさ、食べるからさ、ラーメンの本来の美味しさを味わえてない。だってみんな私の食べ方を。全然柚子の味する。ラーメンに柚子も意外と合うんだね。うん、美味しい。ラーメン、レナの方が 11.9 ユーロ、ユーズスペシャルラーメンは 14.9 ユーロ。でしょうね。だから日本のラーメンより倍ぐらい。普通にうまい。結構なボリュームだね。もうお腹いっぱいになってきた。まあこの味が出せればミュンヘンで日本食ブームになる理由が分かる。めちゃめちゃうまい。レナの分もらいました。そうだよ。っていうぐらいボリュームが多いよね。自分のやつレナが一人で食べきれないぐらいのボリューム、本当に美味しいよ。で特にこのスープが美味しい。これね、分かった。これすごくなんか一口飲むなら豚骨の方が美味しいけど、そう、一人前全部食べるならこのゆずスペシャルの方がさっぱりして美味しいかもしれない。ダンケー。はい、食べました。ゆずムックさん、はい、美味しかったです。
お腹いっぱいだね、大満足でした。ミュンヘン の日本人でやってないっぽい。そうだね、だなんか東南アジア系のオーナーだったけど、うん、全然日本のラーメン、餃子より美味しいと感じます。すごい日本の食文化を理解してて、そのインテリアの良さとかも、ね、ジャパニーズなエッセンス入ってるもんね。そう、料理も美味しかったし、ちょっと高かったけど。トータルいくらでしたか？40ユーロ、5000円ちょっと超えるぐらい。まあまあ5000円でラーメンを食べに行きましたってなるとすっごい日本の感覚で言うとちょっと高いねめっちゃ高いでしょ。でプラスちょっとチップを払うって感じかな。まあそれもある。ちなみにさ、ドイツってチップ文化はあるの？チップを基本的に払わなきゃいけない。大体何パーセントですか？うん、なんかそこまで決まってない。じゃあ 10% ぐらい払っておけばいいのかな、トータルの金額に対して。まあ、うん、10% じゃなくてもいいよ。まあ気持ちがチップですから。気持ちで払えばいいよ。でも多分日本人は海外に来てチップいくら払えばいいか分かんないから、だから10%程度、目安は 10% ぐらいをテーブルに置いとけばいいと思います。そうで、なんかその支払をするときにちょっと難しくなったりするから、うん、ちょうど払ってその後にテーブルに置いたら一番簡単なシステムだと思う。まあ、あとは例えば47ユーロとかだったらもう50ユーロ置いて帰るとかね。知ってんぞーって言うよ、これでいいですよみたいな感じで。ああなるほどね、お釣りはいらないよみたいな。そう、お釣りはいらないよみたいな感じ。てな感じでドイツでも一応チップ文化はあるので皆さんお気をつけください。難しいよ、めんどくさいよ。ということで、もしミュンヘンに来て日本食恋しいな、ラーメン食べたいなと思ったらユズムックさんおすすめです。ラーメン屋、寿司屋いっぱいあります。日本食ブームです、はい、なので好きなレストランが多分見つけやすいと思います。私たちはここでこの動画を終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、こっち、はい、ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。